はい、こんにちは。ハーバード心理学47日目やってまいりましょう。ブルーホースです。今日のテーマはこちらですね。転職を見つけるという話でやっていきます。まあ、人生における仕事への費やす時間の割合っていうのは非常に多いですよね。8時間労働で掲げている会社が多い中で、実際に働いている時間っていうのはおそらく10時間とか12時間っていう方多いと思います。さらには通勤時間とかっていうのも含めていくと、もうプライベートの時間なんていうのはせいぜい 2,3 時間で、まあ、大体もう1日の半分以上は仕事関連に費やしている時間割合多いんではないでしょうか。で、その中でも友人とか家族っていうのも大切であることは間違いないんですよね。家族と過ごす時間っていうのはかけがえのないものですし、友人と会うっていうのも欠かせない大切なイベントだと思うんですよ。じゃあ一方で、年でどのくらいの友人と会うかっていうと、まあ同窓会だと数十年に1回ですし、よく会う友達でも年に数回とかっていうレベルだと思うんですよね。ところが仕事っていうのはほぼ毎日会って、職場で会う人も同じくらいの頻度ですよね。何回も何回も会うと、もう何百日会うと。で、その仕事が生きていくために我々にとって不可欠である以上、苦痛で仕方ないものだったらもうしんどいじゃないですか。だから今日はこのために人生において仕事って大事だなっていう転職を見つけていくと。で、転職にしていく、まあ払え働いている仕事っていうのをあなたの転職にしていく、あるいは今そうじゃないなって思う職場仕事だったとしたら、それを転職見つけていくためっていうお話を今日はしていきます。今日はちょっと自己分析的なところを話していきますね。で、心理学者のマズローっていう方がいらっしゃって、まあ、5段階欲求説で結構有名な学者ですよね。このハーバード心理学シリーズでも、1回か2回出てきてますんで、今回5段階についてはもう一旦はもうスルーしますね。で、その人が、マズローさんがですね、どんな人にも起こりうる最高の運命っていうのは、あるいは最高に素晴らしい幸運っていうのは、情熱的にやりたいって思うことをしながら、しかも報酬、お金とか社会的名誉まで得られちゃうっていうことなんですね。うん。で、最高に素晴らしい幸運をもたらす仕事っていうのを見つけるっていうのは、まあかなり難しいですよね。難しいんですよ。で、仕事と人間関係っていうのを、じゃあここを見つけていくために検証した結果が、結果じゃなくて研究っていうのがあって、それがですね、心理学者のエイミー・ブジェスニエフスキと、これ書きながら間違えてないかなと思ったんですけど、何回も読み合わせて、あ、この名前で合ってるなと思ったんですけど、名前で合ってました。で、人っていうのは仕事を労働かキャリアか転職のうち一つとして捉えてるんですよ。どれか、私は労働だとかキャリアだとか転職だって考えてるってことですね。で、労働で捉えてる人はどういうタイプかっていうと、まあ、退屈なものなんですよ。仕事ってやってらんねえみたいな、時間早く過ぎへんかなって。で、自分の満足を得ることよりも給料だけもらえれば OK っていうふうに考えて仕事をしている人です。じゃあ続いてキャリアはどうかっていうと、お金とか昇進といった外的要因ですよね。目に見えて分かりやすい報酬です。で、権力や特権っていうものを獲得することが働く動機になっていると。で、組織のトップになることを目指している傾向が多いですね。まあ、組織のトップとか競争社会での1位になっているっていうのを目指す、1位になるっていうのを目指す傾向が高いですね。で、3つ目の転職っていうのは働くこと自体が目的なんですよ。これって別にその働き続けたいとか働き続けるんやって、そういうそのなんかがんじがらになっているイメージじゃなくて、もうこれがやりたいから仕方ないと、もう仕事が楽しくて仕方ないから働いている、そんなイメージですね。で、自己成長のために内的動機づけで仕事をしているんで、情熱があって人生すごく充実してるんですよ。うん。仕事が俺の人生なんや、生きがいなんやっていうことですね。で、ここで問いかけになるんですが、皆さん自身はじゃあ今やっている仕事とか、これからですね、仕事に就こうとしている方は、その仕事に対して労働、キャリア、転職のうち何と捉えて仕事をしているでしょうか。はい。私自身考えていったら、まああれかなーなんて思ったりするんですけどね。うん。で、ここで今日のワークになるんですけど、MPS 質問に答える。MFP じゃないですよ。コピー機、複合機じゃないですよ。MPS って一体何っていうと、Meaning, Pleasure, Strengths の略語。略語じゃない。それぞれの頭文字を取ったものですね。Meaning っていうのは意義。まあ意味ですよね。私にとってこの仕事っていうのはどんな意義があるのか。
それからプレジャーは楽しみですよね。仕事をしていてどういうところに楽しみを感じられるだろうか。それからストレングスは強みで、私の持つ考え方とか能力とか技術、この仕事にどう生かすことができるのか、でこの3拍子が重要なんですよっていうことを言ってるんですね。でこれらの質問に答えることによって、今の仕事があなたにとって転職かどうかっていうのが見えてくると。じゃあ今の質問に、例えばこの仕事意義ありますか、ないなってなったら、もう新しい仕事を見つけるためのヒントになったりするんですよ。でこれっていうのは実は仕事だけじゃなくって、勉強とか私生活のこととか遊びとか、いろんなことにも同じ質問をぶつけられるんですね。で自分が何を目指しているのかとか、何のためにやっているのかとか、それをいつまでやり続けるのかって、これらを決めていくための指標になるんですよ。質問ってめちゃくちゃシンプルじゃないですか。どんな意味あるのとか、それからどんな楽しみがあるのとか、どんな能力あなた活かせるのって、たったこの3つだけですよね。なので、それを紙に書き出してみて、価値観っていうのをぜひ明確にしていってみてください。はい。今日これだけなんですよ。めちゃくちゃシンプルですよね。どんなことをやりたい、どんなことができるのとか、どんなことが意味あるのとか、それを聞いてるだけ、どんな楽しみがあるのっていうのを聞いてるだけなので、今やっている仕事と照らし合わせて、ミーニング、プレジャー、それからストレングスっていうのをそれぞれどうなのかっていうのを書き出してみてください。それで見て、思い浮かばなかったら、今の仕事はあなたに合わないですし、これからその仕事に就こうと考えている方はそれは合わないですし、逆に合うってなったらそれを転職にする可能性があるっていうことなんで、ぜひ取り組んでみていただけたらと思います。ということで本日のハーバード心理学は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。